オリジナルの原稿がですね、再発しないんだったらこんな術式開発する必要ないんですよ。再発することの証拠でもあるわけです、こんな術式ができること自体。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。以前ハムラによるクマ治療、これは 100% 再発する、あるいはそもそも意味がないというお話をさせていただきました。そんな中で最新のハムラ CPF を使ったハムラ、優れたドクターだったらハムラは再発しないんだっていう議論があるわけです。しかしながら CPF なんですけれども、ハムラに使ってはいけない大切な構造なんですね。このことについて今回は詳しくお話しさせていただきます。ぜひ最後までご覧ください。まず CPF を使ったハムラは再発しないんだっていうですね、そういうことを言ってる YouTube を見てみると、多分日本で最もハムラをやってる先生の一人だと思うんですけれどもね、2019年のですね PRS っていう権威のある文献雑誌に CPF を使ったハムラは発表されていて、そんな下りがまずありました。再発防止のためにやってるって、その YouTube やってる先生ドクターね言ってるんですけど、再発防止をするためにこの CPF を使うっていう議論おかしくないですか？ CPF を使わなかったら再発するって言ってるもん同じなんですよね。眼下角膜、それはですね全然支える力がないから硬い組織を使ってでハムラを行うんだっていう、そういう議論なわけなんですね。2019年に論文ですね発表されてるんですけれども、それ以前のですねハムラのやり方を否定してるっていうことでもあるわけです。その先生がおっしゃるに、形成外科業界最高峰の雑誌なんだっていうね、確かに PRS っていう雑誌なんですけれども、形成外科最高峰の雑誌です。ところが2019年に CPF を使ったハムラを発表したこの論文なんですけど、 PRS グローバルオープンって言ってですね、 PRS があってそのだいぶ下の方に PRS グローバルオープンっていうね位置づけなんですね。この PRS グローバルオープンっていう、そういう雑誌と PRS がどれくらい違うのか、まず、皆様に説明します。医学的な雑誌、これの価値を測るインパクトファクターっていうですね指標があるんですけど、それを示したものです。 PRS グローバルオープン、インパクトファクターは 0.608 っていうね、本家 PRS ですけれども 5.169 あります。PRS グローバルオープンっていうのは、シンシアにパートで来てくださっている先生がですね2つ論文掲載したっていうことができるぐらいで、登竜門っていうね、そういう位置づけでもあり得る最も権威のある雑誌っていうのから程遠いんだっていうことを、まず患者様として理解していただいてもいいかなと思います。外科系インパクトファクター最高っていうと JMA、 まあアメリカの雑誌なんですけど 16.685 って言ってですね、どうしても形成外科の雑誌っていうのはエビデンスが弱すぎるんですよ。外科とか内科とかの雑誌の場合にはですね、データがすごいしっかりしてるんですね。5年生存率とかデータで出るんですけれども、形成外科系の雑誌っていうのはどうしても主観が入るんですね。患者さんがどれくらい喜んでるとか、エビデンスレベルが弱いっていうね、そういう位置づけになります。ちなみにこの PRSグローバルオープンっていう雑誌なんですけれども、オープンアクセスって言って誰が読んでもいいっていうに公開されてる雑誌ですんで、概要欄にですねリンク載せておきますんで、詳しく読みたい方ご覧になっていただければと思います。この雑誌の中でですね、ハムラってどんなものか図が載っていますんでご覧いただきます。これは表ハムラですけれどもね、ここ切っ
って、まあ、どんどん奥の方にアプローチしていくんだよっていう感じです。ハムラやってるドクターはこの図で目の下を把握しています。眼球がいて、下まぶたがいて、骨の縁がここにあって、眼下脂肪、眼下より前に出ちゃってる。ただこの膨らみは骨の高さと一致するっていう話になってるんですね。だからこそこの膨らみを、下のここにずらしてくっつけてあれば高さも減るよねっていう話になってね。この考え方はこの方の骨の縁がここだと僕は思うんですけれども、ここだと思ってるっていう、そういう図なんですよね。この図を見てみたら赤線の部分ですよ。ここが羽村やってるドクターが想像する眼下縁の高さ。実際に自分で触ると分かるんですけど、この辺りが現実の眼下縁の高さとなります。若い頃はこことここすごい近いんですよ。で、仰向けになってもほぼほぼ近くなっちゃうんですけど、年取るとゆるっと落ちるっていう、これも計算しないといけないんだっていうことも覚えておく必要があります。眼下脂肪の脱出が追っ立ってるんですよね。こうパーンと真横にですね、重力関係なし。実際にはこうなってるわけですから、もうそれをここにね繋ぐだけなんて意味ないんですよっていうのが又吉のね、いつも言ってる趣旨になるわけですよ。ちなみにですけれども、論文読み進めていくと、この骨の縁が見えたら5ミリ先まで剥離しろと、まあ眼下加工っていうのがあって、だいたい骨の縁から下に向かって5ミリから10ミリくらい、それをね超えてしまったら当然麻痺が起こってくるわけなんで、この人でまあ骨の縁がここだったとして、この辺かな、眼下加工がある位置って、それを超えられないんですよ、どう考えても剥離って。だからまあそもそもハムラなんて意味はないんだって言うんですけれども、私はね、ハムラやってる先生たちはまあこの図から離れられないんですよね。それを前提にして手術再発しちゃうから、その再発防止をする、この図をベースにして工夫を始めちゃってるっていう、そういう話になります。この眼下角膜はペロッペロだから、後ろから押されたら膨らみまた出ちゃうよね。それじゃダメだから、ここにですね CPF っていうのがあるんですね。下の腱板と下直筋っていう筋肉があってですね、それとつないでいて、上まぶたでね、あの目を開けるのに近いような役割をしてるんだなんてよく説明されるんですけれども、 CPF っていうね、それには前葉後葉っていうのがあって、まあとても硬い組織だから、それを引っぺがしてきて、この頼りない眼下角膜をかぶせて押さえつけましょう。追っ立ってる膨らみを下に引きつけても、こいつペラペラだから、うーん苦しそう、これをこっから剥がしてきて、剥がしてきて、ここに押さえつけてやれば、ここは少なくとももう膨らまないよねっていう、そういう発想なんです。オリジナルの原稿がですね、再発しないんだったらこんな術式開発する必要ないんですよ。再発することの証拠でもあるわけです、こんな術式ができること自体。ハムラは再発するんだよ、そういうことでスタートした論文なんだっていうことを理解しないといけないんですよね、全ての医師は。まあハムラかっこいいからって飛びついちゃうドクター多いし、新しい術式ができた、この論文によって再発しない、それでさらに飛びついちゃう、そういうドクターめちゃくちゃいっぱいあるわけですよ。でもそれで本当にいいのか、これを医師は考えないといけないんですよ。論文をホイホイ信じちゃう、エビデンスレベルが低い形成外科の論文においてはやってはいけないことの一つなんですね。CPF の解剖学的価値、どういう風に機能しているんだろうっていうことを考えてみます。チャイルドシート、がっちり支えられてますね。赤ちゃんの安全については誰もが最も大切に思って重視していると思います。眼球だって大事だと思います。まずこれね、眼球の解剖です。この図をねちょっと見ていただきたいんですが、最も、まあ、信頼している解剖の本ですね。最も信頼してるとはいえ、実はこれちょっと間違っていて、下まぶた、これ目開いてますけど、骨の縁ここですけれども、こんなに離れてません。あの下まぶたの縁と骨の縁は触ると分かります、これくらい近いです、めっちゃ近いんですよ。で外も見てみてください、これスカスカじゃないですか。ここもっとギュッギュッと詰まってるんで、この解剖の
の図ですら実は間違ってるっていうね、臨床をやってる人間だから分かることではあります。この図がどうやってできたかっていうと、やっぱ死体解剖なんですよ。死体解剖って眼球縮んじゃってるもんだからスカスカになっちゃってるんですね。こういう風に CT とか MRI とかをベースにして解剖の方も作られちゃうんですよ。仰向けになると眼球ゴーンと後ろに落っこちるもんですから、違うことになっちゃうんですね。大体目も閉じてないですしね。まあとはいえそんな中でも最も詳細に書いている解剖の図となります。眼球っていうのはこういう風に支えられてるんだよっていうね、眼球の端々にですね、靭帯があります。内側、外側、眼瞼、靭帯、外眼筋とかですね、あと重要なのがですね、腱板、眼球を前から支えてるって言っても過言じゃないんですね。 CPF っていうのはこの図で見るとこれです。腱板、下斜筋の間をつないでいるような存在だと。そしたらこれもう一回見てください。ベビーシートの絵に眼球を当てはめてみました。赤ちゃん眼球、上腱板、下腱板、内側、外側、眼腱、靭帯、いろんな方向から赤ちゃんを支えるように筋肉が支えている。下直筋と下腱板をつないでいるのが CPF です。この CPF がなくなったら、赤ちゃんをがっちり支えてるこのゾーンがなくなってしまったら、赤ちゃんの安全どうですか？そんなチャイルドシート僕絶対買いません。この構造が眼球を真ん中に支え続けてるんですよ。ハムラやってる先生たちっていうのは勘違いしてるんですね。この眼球は脂肪が支えてると思ってる。論文検索システムで経結膜脱脂術と副脂ですね、眼球がもし落っこちるんなら副脂とか落ちて当然なんですけど、その2つで引っ掛けても論文出てこないんですよ。世の中のドクターですね、膨らみ適当に取ってるんですよ。もう美容外科のドクターなんてもうすっごい適当に取るだけ取ってるわけですよ。そんなドクターがめちゃくちゃな数をですね、経血膜脱脂術やってるのに、誰もですね、眼球が落っこってる人いないんですよね。眼球落っこしたら黒目グワーンって沈みますからね。これね、私が大好きなフェイトっていうね、作品のファンアートさんですね。こうやって鎖でガーンと。もう全然動けないんですね。眼球支えてる構造みたいな感じでしょうか。これはね、ヤマハさんのホームページからねちょっとお借りしてるんですけれども、眼球のイメージですね、いろんなところからもう支えてるんだっていうね。これね、ちょっとショッキングなんですけど、オーストラリアのバスケット選手がですね、まあ事故でバーンってなった時に眼球飛び出しちゃったよっていう、そういう話です。眼球っていうのは衝撃に弱いと、それが落ちないようにしてる構造こそこれらなんですよ。ここに載ってるものですね。腱板と下直筋をつないでる CPF を切ってしまう。恐ろしくないですか？あとはですね、この CPF っていう構造ですけれども、この辺、これが年を取って破綻すると何が起きるかっていうと、この腱板がくるりと後ろ向いちゃう、逆まつげになるんですね。退行性、年を取ると衰えることによって下まぶたが内側向いてしまうっていうね、そういう病名があるんですけれども、これを治す時にこの CPF の全容ですね、前側を使ってで、こことここをつなぐことによってベッて入っちゃってた下まぶたを正常状態に戻すっていう手術があります。これ CPF をここにつないじゃってたら絶対できない手術ですからね。下眼瞼のですね、内側にまくれ込んじゃう手術っていうね、これ腱板で、この辺が LER、まあ CPF とも言いますけれども、これをつなぎ止めてっていうね、これが再建方法になるわけです。CPF ハムラやってるドクターっていうのは、退行性下眼瞼内反症っていう病名知らない、そういうドクターなんですよ。本当に形成外科なんですかっていうね、そういうレベルだと私は思っています。あとはですね、この構造とこの構造っていうのは本当に似てるんですよね。
ね。眼瞼下垂の手術をするときに、まあここを剥離して全容をこっちに持ってきて目が開くようにする、そういう手術が眼瞼下垂手術なんです。 CPF ハムラっていうのは上まぶたに例えたら、ここがもちもちしていて抑え込みたいからこれを剥がしてきてここにくくりつけちゃいましたっていう、そういう発想なんですよね。外科医の発想として気持ち悪いって思わないとダメなんですよ。例えばグラマラスアイっていうこの下まぶたを少し下に押し付けるためにこの CPF ですよ、まあ、LER っていう先生もありますけれども、ここの部分をこことここつなげちゃいましょうっていうね、そういう手術なんですよ。上まぶたの眼瞼下垂の手術に似てる手術こそグラマラスアイなんだなんてね、 CPF ハムラで使っちゃったら当然その手術だってできないわけですよ。これやってる先生たち本当にどう思ってんだろうっていう風にね、本当に疑問に感じます。 PRS グローバルオープン中国人の先生ですけれども、とにかく抑え込みたいっていう気持ちはわかるんですよ。これ出るのはヘルニアなんで、ヘルニアを治すにはもう内容物を減らすか上から抑え込むかなんですけれども、硬い組織っていうのは眼球を支えるためにあるものであって、ヘルニアを抑えるために存在している硬い組織はない部分なんですよ。それを考えもせずに論文にしちゃって、2019年に思いつきで作っちゃったようなこの論文を後追いしてるドクターどうなんだろうっていうね、私は本当に危険を感じます。これをなくしてぶった切っちゃってもうここゆるゆるになっちゃうわけですから、パンとなった時に眼球飛び出る人がたくさん出るんじゃないかって、もうこれだってもう大した数どうせ集まらないから論文とかに出ないかもしれませんけど、考えたら危険じゃないですかね。でこれをやることによって年取ったらこうなっちゃう人がいる治療もできなくなれば、これを切り取っちゃうことによってそもそもこうなるリスクはないのか、これを切り取って珍味のためだけに抑え込む人体実験じゃないんですか。僕は聞きます、やってるドクターに。20年後、この CPF をやったことによって患者さん不幸な目に遭わせてませんかと患者さんに聞きますよ。この手術かっこいいですよ、超絶技巧ですよ。だからといって最も大切であるこの構造を壊して20年間後ろからの追突事故に遭わない自信ありますか。下まぶた内側にめくれ込んできちゃうこれにならない自信ありますか。それ再建できないんですよ。本当に受けたいですかこの手術。これよく考えてください。この論文がいかにめちゃくちゃかってことをね、ついでに話しておきます。これに載ってる症例写真です。2つしか載せられないんですよね、これ。チャンピオン症例っていうことですね。80何人しかやってないっていうね。1週間を超えてフォローアップできたのが20人未満です。60人は抜歯したと帰ってこなかった。その20人いないぐらいの評価方法ですけれども、本人の自己満足、アンケート、写真を見てこのやったお医者さんがおこれいいじゃんと思ったらグッドっていうね。あと長期経過ね、全然追いかけてません。でこの写真見てみましょう。写真ね、術後笑ってませんか。笑ったらダメでしょ、話になんないんですよ。もう笑ったら涙袋収縮するし、これがあのコルセットになっちゃって良くなっちゃう人いるんですよね。八の字めっちゃ出てませんか。どこにハムラ要素あるんですかこれ。経血膜脱手術で十分この結果出ますよ。本当にこれ CPF でハムラやったのか。ただ経血膜脱手術やってるだけなのにかっこいい論文作りたいがためにやりましたみたいなね。はい、2人目チャンピオン症例、2人目、膨らみ減ってますよ。なんかこの辺ごちゃ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 してます。それがもう固定した眼下脂肪なんだよって話したことありますけどね。この辺りこの辺の構造ですね、全く変わりありませんからね。もうハムラやってる先生たち、自分が腕自慢と思ってる人ほど、まあここだけはへこんで、ここはもう全然変わらないっていうね。この論文自体めちゃくちゃ、こんな論文を参考にしようと思う時点でダメなんですよ。
ハムラ信じ込んでる先生もいっぱいいるし、この主義を覚えて俺も CPF ハムラ法をやってる中に仲間入りするんだとか思っちゃってる先生がいたら、一度立ち止まって考えてください。患者様の一生に責任を持つ手術をする、それ忘れないでください。ハムラやってるドクターはもうすっごい視野が小さい中で CPF を同定するっていうだけでも結構難しいんですよ。全容と効用を剥離して CPF の全容だけこうブランブランにして、そいつを持ち出して外側処理して可動性を良くしてつなぐ超絶技巧だな、俺はやる気しないなと思うほどすっごい難しいし、技術的にはすっごい高いドクターがやってる手術ではありますよ。全てのクマ手術をやってるドクターの中でも本当に一握りに入る技術を持ってるドクターです。ところがですよ、本当に解剖のこの CPF の重要さを考えた時にですね、適当にやっちゃってる美容外科の年間180人入って、その人たちが3ヶ月をすれば始めちゃう手術ではあるんですけど、そのドクターの方が将来どうなるかっておいては安心なんですよ。最新のポルシェが最善のポルシェっていう有名な言葉があるんですけど、私はもう言います、最新のハムラが最悪のハムラだと。最新があるってことは前のハムラに問題があるからこそ最新を作ろうとして、ハムラやってる先生たち CPF は使わないでください。まして、ここにバーンとメッシュのですね構造を埋め込んじゃって出てこれないみたいにする方なんで、まあそんなことも考えちゃダメですからね。美容外科っていうのは正常な構造を持ってる人をさらに綺麗にする、そういう分野なんです。だからこそ正常解剖を破壊してはいけないんだっていう意識がとても重要なんです。ハムラはそもそもヘルニアを外に出して固定する手術ですから、解剖そもそも壊してしまうわけなんですけど、それがダメだからといってさらに眼球を下支えしている構造を破、それが硬いもんだからといってこういうふうにやるみたいな、もう正常解剖を破壊する、そういう治療っていうのはダメなんですよ。これができるドクターっていうのが概ね形成外科なんですよ。やっぱり形成外科の先生たちっていうのは技術レベル高いです。マイナスのものをゼロにするっていう技術は形成外科としてはすごい優れてるんですけど、ゼロのものをプラスにしようとした時にはそんな技巧よりも正常解剖を維持する方が将来的に大切なんだ。これが僕が一番言いたいことです。ちなみにですね、ハムラ医師が作った論文、私はこれもね、きっちり読んでいます。又吉と読み解くハムラ論文っていうね、そのうち動画作りたいと思います。これからも正常解剖に根ざした意義のある分かりやすい、そういう動画を作っていきたいと思っています。よかったなと思ってくださった方はぜひいいねボタン、そして、チャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。